第二次、ジョンソン内閣は、2019年12月13日に、発足したボリス・ジョンソンを首相とする内閣である。2019年イギリス総選挙で、与党保守党が1987年イギリス、総選挙以来の対象を収めると、ジョンソン首相がエリザベス女王に破壊した後、疎閣された。2019年7月に、テリーザメイ首相の辞任以後に発足した第一次、 ジョンソン内閣の与党保守党は議会においては少数派になっており、ブレグジットをめぐる政治的行き詰まりのせいで法律の制定ができないでいた。2011年議会人気固定法によれば、庶民委員の解散総選挙に庶民委員で3分の2以上の多数で解散を決議を要する。ジョンソン首相は特例法である2019年イギリス総記議会、 総選挙法の可決により、2011年議会任期固定法の要件を回避した。同年12月12日に行われた、庶民委員総選挙の結果、与党保守党は、全野党の議席より80議席多い365議席を獲得する、マーガレット・ザッチャー内閣の時の1987年、イギリス総選挙以来の対象を収めた。これにより、ジョンソン内閣は、 国民の信任を得たとして、第二次、ジョンソン内閣が発足した。新内閣では、第1次、ジョンソン内閣終了時の閣僚が留任されている。総選挙で引退したニッキー・モーガンデジタル、文化、メディア、スポーツ大臣と議席を失ったザック・ゴールド・スミス、環境、食料、農村地域担当副大臣権、国際開発担当副大臣は一大貴族として、 政府内に残った。2020年1月31日のイギリスの欧州連合離脱に伴い、欧州連合離脱省が解体され、ステファン・バークレーを欧州連合離脱大臣は内閣を去った。ありがとうございます。